日本の鉄道ラインカラー一覧は、日本の鉄道路線や、運転系統ごとに定められた色の一覧である。これらの色は、路線図、駅名表、地図式運賃表、サインシステムなどの案内表示に使用されている。九州新幹線と北海道新幹線では、特に、ラインカラーは定められていない。JR 東海の東海道新幹線、JR 西日本の山陽新幹線と、 北陸新幹線では一部の駅を除き、発車案内板で3列車を識別する色を独自に用いている。なお、N700 系のフルカラー LED 行き先表示器の種別色となる、山陽新幹線直通の、水穂、桜及び、九州新幹線博多発着の、つばめも新大阪駅や博多駅などでは、これらの3列車についても識別するために色を独自に、 用いて案内する。また、JR 東日本の新幹線で、東京、上野、大宮の3駅では、補助防止のため、発車表で6方面を識別する色を独自に用いて案内する。なお、北海道新幹線直通列車を除き、フルカラー LED 式の行き先表示器を採用する車両では、行き先表示器の列車名もこれらの路線色で表示される。 JR 北海道のラインカラー2007年10月の駅番号表示の一環として主要線区に区間カラーと呼称するラインカラーの使用を開始した。東京近郊地区駅の旅客案内におけるラインカラーの使用例東京近郊地区では、五条防止のために JR の前身である日本国有鉄道の時代から路線ごとに車体の色が異なっており、 駅の旅客案内においてもラインカラーとして、車体と同様の色が使用されている。現在は、ほとんどの車両が、ステンレス車両となったため、ラインカラーはその帯に示されている形となっているが、JR 発足後に新たに、ステンレス車両が導入された郊外の線区では、2色、ないし3色の帯を巻いて、東京都心の線区との区別がなされている。なお、東京近郊地区では、 路線案内に使われる色と車体の色とが一致している路線が多い。地方線区地方線区では、主に駅の地図式運賃表や案内サイン、駅名表、スマートフォン向け、アプリ、JR 東日本アプリなどにラインカラーが用いられている。仙石線新潟駅の駅名表。中央の四角形のスカイブルーがラインカラーを表す。 2018年3月に都家エリア及び、法日観光客の多い路線を中心に、路線記号、駅ナンバリングと共に導入された。帰省本線、山宮線、名称線については、対象外となっている。このほか、種別案内職を、一家のように全社で統一している。近畿エリア路線記号導入後の、アーバンネットワーク路線図。大阪駅の駅名表。下部の赤が、 大阪環状線のラインカラーを表している。関空快速関西空港域の種別幕下部の青色が関西空港線のラインカラー。左の S が路線記号を表している。JR 西日本のアーバンネットワークの各路線では、発足後の1990年に車体色とは異なった線別のラインカラーが定められた。 主に車内の路線図や車体側面の種別表示、駅名表でこれらのラインカラーが使用されている。2014年度末より、路線記号の導入に合わせて、アーバンネットワーク周辺の線区も含める形で、近畿エリア各路線のラインカラーが拡充された。利用者の多い12路線と300駅に、駅番号と路線番号を付与してわかりやすくする。なお、琵琶湖線、JR 京都線、 JR 神戸線で採用されている青が、コーポレートカラーであるため、標準色に指定されている。また、大阪東線では新大阪駅、宝室駅、旧宝寺駅を除き各駅ごとにステーションカラーが設定されている。なお、国鉄時代は、東京近郊地区と同様に、線区別に、通勤型電車の車体の色が定められていた。2019年6月現在、 車体色が残っているのは、関西本線、奈良線、大阪環状線のみとなっている。東京近郊地区と異なり、JR によって定められた線区別ラインカラーと、車体色の結びつきは薄い。JR 西日本発足後に製造された車両は、車体色が共通化され、ラインカラーは種別表示の方向膜に現れるのみである。なお、 JR 西日本発足後2001年に電化開業した和田岬線はスカイブルーの103系電車を2008年に開業した大阪東線では国鉄から引き継がれた車両はうぐい水路の塗色をそれぞれ使用している一方で2014年に線区別ラインカラーが追加された路線については従来から使用されている 各選区の社退職が採用されている例もある。地方選区岡山市社、広島市社、米子市社、福岡市社では独自のラインカラーが定められている。なお式名は公式なものではないため留意されたい。なお、金沢市社ではラインカラーが採用されていない。岡山市社のラインカラー、2016年春より岡山デスティネーションキャンペーンの開催に合わせ、岡山駅、 または、福山駅に乗り入れる8路線には、路線記号とともに、新カラーが制定された。なお、この路線記号が制定されなかった路線については、支社が制定した路線記号の区間に包含されたが、実施者制定の路線記号とは異なり、駅掲示時刻表や車内路線図には原則として反映されていないが、案内表については2017年以降に新設。 更新されたものに限り表記を行う場合もある。米子支社のラインカラー、2016年2月より順次、管轄全路線に路線記号とラインカラーが導入されることとなった。対象となっている区間には、福知山支社管轄の山陰本線木の先温泉から、伊久ミ、岡山支社管轄の陰備線及び乗り入れ先の、姫新線の津山東津山地図も含まれ、 福知山市社管内各駅では近畿エリアのラインカラー同様に駅掲示時刻表などの案内物でも活用している。また、白尾線についてはカラー、記号ともに先日の岡山市社と共通化されている。直木派40.47型の方向幕での表示も決定している。広島市社のラインカラー、2014年度末より227系の導入に合わせ、 広島駅周辺の4路線のみ路線記号とともに新カラーが制定された。この時点では広島シティネットワークエリアのみを適用区間としたが2016年改正で岡山エリアとの間の区間を保管するように公式サイトの全域路線図における適用区間が延長された。山陽本線、呉線、壁線のカラーは227系の方向幕にも使われている。 また、2016年のダイヤ改正では、後日の山口エリアを含め、駅掲示時刻表上にラインカラーのシンボルが付けられるようになったが、広島シティネットワークエリア外では、路線記号制テーブルに関わらず、路線記号を抜いたカラーのみのシンボルを使用している。これに際して、公式サイトに山口エリアを含めた、車内路線図が掲載されるようになった。復塩線については、 岡山支社が制定した路線記号の区間に包含されたが、実施者制定の路線記号とは異なり、案内表、社内路線図には反映されず、路線図での案内色も、路線記号導入前のものが混在しているが、駅掲示時刻表については海外向け公式サイトでの案内色統一に伴い、2020年代や改正より、路線記号も含めて反映されるようになった。 広島支社のラインカラー、岩国駅以西の区間では2019年11月時点も路線記号は制定されておらず、2014年時点で駅の運賃表や車内路線図で使用していたラインカラーを継続使用している。駅名表には岩国駅の山陽本線、岩徳線ホームを除いて反映されていない。また、駅掲示運賃表における山口地区のラインカラーは、 広島市社以外では、福岡支社管内では使われているが、米子市社管内の駅では2019年10月運賃改定で、ラインカラー、路線記号が反映されて、以降も使われていない。ここでは便宜上、福岡支社管内の路線のラインカラーも記載する。また、地方線区では、ステンレス車や一部の車両を除き地域ごとに統一した、車体色が使用されている。 駅番号表示の一環として、ラインカラーの使用を開始した。ただし、本市備参線は、駅番号設定がなく、案内色のみ、JR 西日本のコーポレートカラーに合わせている。なお、徳島線、ヨド線の各末端部の他線乗り入れ区間は重複して、設定されている。JR 四国のラインカラー長らく明確な、ラインカラーを採用していなかったが、2018年9月に、 北部九州エリアに路線記号、駅ナンバリングと共に導入されることになった。駅掲示用の運賃表へは2019年10月の運賃改定に合わせて、これらのラインカラーが反映され、付随する形で北部九州県外の路線もラインカラーで表現された。東武鉄道の場合、路線図と駅の案内表示などでは全く違う色が使用されていることが多かった。一方、 車体の塗装は、形式、系列や用途によって区別されており、あくまで、車両のデザインの一部として存在してきた。2012年3月17日に、駅番号が導入されることになり、これらの駅名標の色分けをベースにして、エリアごとに体系化されたナンバリングとカラーを、設定することになった。これが事実上のラインカラー導入となる。路線案内職ただし、東部の打線に、 東部アーバンパークラインの愛称を導入した際には、フューチャーブルーとブライトグリーンが路線のテーマカラーとして使われており、必ずしもラインカラーとして固定化されてはいない。参考として、以下にホームの駅名表や車両塗色に使用されている色を示す。車両とはその図色が用いられている系列、線区とは駅名表にその色が使われている線区を示している。 前述したが、表中の路線で使用されている車両の色が、駅名標の色と一致しない場合が多いので注意を、要する。例えば、野田線の旧駅名標と同じ色の車両は8線系をはじめとして、引き船押し上げを除く東部のすべての区間で、運転されていた。また、亀戸線や大志線、小泉線、宇都宮線、小越線などには、 有頭列車の運転がないため駅名標と同じ色の車両は運転されていない。なお、帯の太さは駅名標を元にしているが、比率は正確ではない。また、車両の帯の太さや配色は、これとは異なる。なお、駅の自動改札機などでは、本線系統は赤系、東上線系統では青系の色が使用されている。特に東上線では、 tj ライナー用の5万9 0系に青いラインが用いられ、駅の番線案内、ホームの乗車目標などは青で統一されている。また、2009年からは、駅名表に使用される色もマルーンから青へと変更が進んでいる。また、列車種別の案内色は、本線系統と登場線系統では異なっている。列車種別案内色列車種別案内色路線。 案内職列車種別案内職路線案内職列車種別案内職慶応電鉄では1990年の慶応相模原線全通を機に前年に導入された CI にちなんで CI 戦略リフレッシング慶応を展開したその際にコーポレートカラーとして慶応レッド慶応ブルーの2色が制定された1 9九十年代には駅別ゾーンカラーが導入され 全路線を地域ごとに7色のゾーンカラーで区分けして、一時期は駅名標などで案内に使用されていたが廃止された。ゾーンカラーゾーンカラーはその後廃止され、コーポレートカラーに統一された。駅名標ではゾーンカラーの帯からコーポレートカラーであるチェリーレッドとインディゴブルー2色の帯へ変更されている。京王線系統の車両は2 0 1系までは緑一色。 初代5000系、6000系、7000系まではアイボリーに、演示の帯、8000系からは、コーポレートカラーの帯が引かれており、6000系、7000系も後にコーポレートカラーの帯に変更されている。また、後に登場する9000系や2代目5000系も、コーポレートカラーの帯が引かれている。井の頭線の車両では、7つの色を、各編成に割り当てている。 これらについては3000系、2目線形を参照されたい。路線案内色列車種別案内色路線案内色、列車種別案内色2社で共通の種別案内色が使用されている。また、田園都市線の内旧新玉川線内及び、目黒線では各駅ごとにステーションカラーが設定されており、目黒線ではホームドアにその色の帯が巻かれている。 路線案内職列車種別案内職、神経性電鉄を除く5社で、共通の種別案内職が使用されている。路線案内職列車種別案内職路線案内職、名古屋鉄道では、従来より、名鉄名古屋駅を中心とした、展開方面ごとの案内を行っており、方面ごとのカラーが設定されてきた。現行の路線カラーは2011年3月ダ改正前後に、一新された。 路線案内図のものが主流だが、2016年3月、中旬より導入が進んでいる。駅ナンバリングのカラーは一部の路線が、従来のものとは異なっており、現状では2種の色分けが並存している。列車種別案内色路線案内色かつて、京阪な線以外の路線は明白なラインカラーは、設定されなかったが、すでに導入されていた。 京阪那線以外の路線で2015年8月20日に駅ナンバリングが導入されたのに伴い、路線の系統ごとにラインカラーが設定された。列車種別案内色路線案内色。これに加えてシンボルマークも設定されている。経営移管された岸川線については南海本線及び空港線を除くその支線と同じラインカラーであった。 列車種別案内職路線案内職,案内職列車種別案内職列車種別案内職路線案内職かつては大まかなラインカラーとして以下のような京阪線系統と大津線系統の識別用カラーが設定されていたしかし1997年の京都市営地下鉄東西線開業に伴う京神線部分廃止以降は京阪線系統と大津線系統が 相互に独立性を強め次第に警外化。2008年の中野島線開業前後には、京阪線管内ではほぼ見られなくなった。ただ、大津線管内では案内サインの地色に水色が使われることが多い点や、東西線内では京新線のラインカラーとして水色が使われている点に、その名残が残っている。車体塗装は京阪電気鉄道車両カラー、または、 京阪グリーンを参照。なお、大津線管内では、管内路線個別のラインカラーが設けられている。これは1997年10月の京都市営地下鉄道在線への乗り入れ開始に合わせ、両路線の車両色に合わせて設定されたもので、駅名標の帯にも表記されていた。しかし、2017年に車両カラーを京阪線と共通仕様とし、 駅構内のサインシステムも京阪線と再統一することに伴い、同年6月より路線マークが設けられ、車両に表示されることになった。このマークのカラーは、旧来のラインカラーを引き継いでおらず、駅名標や路線図も2018年3月の大津市内の一部駅の名称変更に合わせて、京阪線と同じ仕様となり、旧来のカラーは、淘汰されている。 列車種別案内職列車種別案内職なお JR 東日本の駅刑事用の運賃表では八戸以北以間前のコーポレートカラーであるブルーで表現されている列車種別案内職かつて路線案内職は完全に統一はなされていなかったが2019年の駅ナンバリング導入に伴って路線別の色分けが改めて制定された 列車種別案内職つくばエクスプレス種別案内職2013年3月16日から使用開始これに加えてシンボルマークも設定されている。北品の線の開業以降、駅名表に入るラインで品の鉄道線と北品の線の区別を行っている。なお、JR 東日本においては両線とも長野支社の車内路線図ではに薄桃で表現されるほか、 駅掲示用の運賃表では、かなりアイエローの表現も見られる。また、長野駅の発車表ではブルーが、北長野駅と黒姫駅の案内サインには、ワインレッドが用いられている。なお、JR 西日本、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道の3社の車内路線図並びに、駅掲示運賃表では、両線ともに、時色で表現される。 一方、JR 東日本においては、両線ともに、長野支社の車内路線図では、ダークライトブルーで表現されるが、駅刑事用の運賃表では色見して扱いとなっている。なお、JR 西日本と愛の風と山鉄道の車内路線図並びに、駅刑事運賃表では、JR 線との区別のために薄い青色を使うことがある。各社局とも、 駅構内の案内サインや駅名標、車体色に用いられるが、他車線、駅構外においてもこれらのラインカラーを用いた案内がされることもある。東京の地下鉄では、ラインカラーの円形の記号で路線を示し、駅ナンバリング実施後は、円の中に黒文字で路線の英字記号を表示するようになった。地下鉄の駅名標、案内サインでのラインカラーの使用例。 東京メトロ都営地下鉄新宿線と山起道線と富山高線には運転系統ごとにラインカラーが定められている。路線ごとにラインカラーと駅番号の頭につくアルファベットが定められている。運転系統ごとにラインカラーと駅番号の頭につくアルファベットが定められている。運転系統、路線ごとにラインカラーが定められている。運転系統ごとにラインカラーが定められている。 運転系統ごとにラインカラーが定められている。運転系統ごとにラインカラーが定められている。2011年3月1日に定められた。運転系統ごとにラインカラーが定められている。ありがとうございます。